自由民主党所属の元衆議院議員。内閣府特命担当大臣、領土問題担当大臣、文部科学副大臣、農林水産大臣政務官、衆議院文部科学委員長、沖縄及び北方問題に関する特別委員長等を務めた。大阪府大阪市安倍野区生まれ。灘高等学校、東京大学工学部土木工学科卒業。 1976年、建設省に入省し、マレーシアクアラルンプールへの派遣や掛川市役所への出向も経験する。1999年、建設省を退官。2000年の第42回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、高知一区から出馬し、民主党の後藤正樹、公明党の石田はじめみのルらを破り初当選した。当選後は、 高知会に入会し、同年10月の加藤の乱に際しては、高知会会長の加藤光一に同調する形で、森内閣不信任決議案を採決する、衆議院本会議を単独で欠席した。2003年の第43回衆議院議員総選挙、2005年の第44回衆議院議員総選挙でも高知一区で連続当選。2006年、 第一次、安倍内閣で、農林水産大臣政務官に任命された。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、自民党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、民主党新人の田村久美子、無所属で出馬した、元高知県知事の橋本大二郎らを破り、高知一区で4選。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙でも、 高知一区で民主党、日本共産党、日本維新の会の3候補に比例復活を許さず、5選。選挙後に発足した第二次安倍内閣で文部科学副大臣に任命され、2013年9月まで務める。2014年の第47回衆議院議員総選挙に際し、選挙区の区割り改定に伴う高知県の選挙区の定数削減に伴い、 比例四国ブロックへ転出。同ブロックの単独1位に搭載され、6 0同年12月より、衆議院文部科学委員長。2016年、それまで所属していた岸田派を退会し、9月29日付で2回派への入会が承認されたが、入会が認められた会合での発言がきっかけで、衆議院艦隊併用パートナーシップ協定等に、 関する特別委員会の理事を辞任に追い込まれた。2017年の第48回衆議院議員総選挙においても、比例四国ブロック単独1位で立候補し、7000。2018年2月27日、健康上の理由により辞任した、同じ二階派に所属する、江崎哲間の公認の内閣府特命担当大臣、領土問題担当大臣に任命され、 初入閣した。2018年10月2日、第4次内閣改造で大臣を退任。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙では、重複立候補者より、会の比例単独14位に搭載された。投開票の結果、落選。ありがとうございます。